皆さん、こんにちは、です。今回なんですけども、なんと、レインボーシックシージで、すごいね、発表があるということで、ちょっとそれをね、今日僕がですね、この動画で皆さんにね、ちょっとお伝えしようかなというふうに思います。で、その内容なんですけども、なんと、レインボーシックシリーズが、皆さんご存知のロフトで、期間限定で、ポップアップストアをオープンすることになりました。いや、すごい。あのね、ロフトはすげえよ。マジで俺もう学生時代からめちゃくちゃお世話になったあのロフトさんですよ。もうどこにでもあるよ。ロフトなんてもうどこにでもあるもん。全国どこにでもあるロフトに、なんとレインボーシックシリーズのね、商品がね、期間限定並ぶということでね、今日はね、それについてね、ちょっと皆さんにね、紹介していこうかなというふうに思います。開催日程なんですけれども、これが、栄ロフトですね、栄。なんか大阪ですかね。で、7月の16日から8月の15日になります。次にですね、梅田のロフト。これが、8月の25日から9月の13日になります。続いてですね、銀座のロフトで、10月の8日から10月の25日と。いう風になっております。詳しい情報は、ブシロードクリエイティブの特設サイトをご覧ください。実際ね、どういったものが販売されるのかっていうところをね、特別にですね、ポップストアに、展示される商品をですね、こちらにいただいてますので、これ一つ一つ見ていこうかなという風に思います。じゃあまずはですね、こちらから。はい、レインボーシックシージの帽子です。こんな感じ。俺は帽子がマジで似合わないですけどね、おでんさんとかよく被ってますよね、これね。これ多分、ブシロード限定で、ちょっと新しいロゴになってますね。この新ロゴになってからの CG の帽子は多分ないんじゃないかな、なかなか。続いてですね、ちっちゃいものからいこうかな。じゃあ、レインボーシックシージのコースターですね。これめっちゃおしゃれじゃない？これちょっと俺もね、家で使おうかなというふうに思います。続いてがこちら。マグカップになります。これ、シックスインビテーショナルのね、このロゴのマグカップね、結構少ないんですよ。持ってる人だいぶ少ない。で、結構レアなものです。これもね、マジでね、なかなか買えないので、今回は気に絶対買った方がいい。そういった一品ですね。はい、そして、こちら。これ一番俺は嬉しいな。タオル。これちょっと、俺後ろに飾っとくわ、これ。タオル。レインボーシックスのタオルです。これめっちゃかっこよくない？じゃ、このカラーリング、なんかね、シージってやっぱね、デザインのセンスやばいんだよな。めっちゃおしゃれなんだよね。はい、続いてはこちら。サコッシュです。こういう感じのね、なんか手下げというか、パッと使えるバッグみたいになってるんですよね。これちょっと使い方が俺、サコッシュみたいな、こんなおしゃれなものを俺も身につけたことがないから、こうか。はいはい、こういう感じかな。こうやってこう、つけるのかなっていうバッグです。はい、そして続いてがこちらの T シャツですね。シージの T シャツ。これはあれだ。レインボーシックスシージじゃなくて、これはレインボーシックスのね、エクストラクションの方ですね。これね、ほら。エクストラクションの。ロゴ入ってるんで。だから今回、レインボーシックスシリーズに限らず、レインボーシックスシリーズなのかなの、まあ、ものがいろいろもらえるという、こんな感じ。後ろにね、エクストラクションご用私の、ロゴがあります。続いてはこちらですね。これはシージの T シャツかな？これはシージの T シャツっぽいですね。レインボーシックスシージって書いてますね。かわいい。ワンポイントね、このロゴが入ってて。でね、これおしゃれなのがね、後ろにね、これほら、攻撃と防衛のマークがついてて、で、横に、この、レインボーシックスのロゴがあると。こんな感じでロゴがあるって感じですね。こういった T シャツになってます。結構オーバーサイズ気味の可愛い T シャツですね。いいですね。はい、こちらチャーム各種ですね。めっちゃ可愛いチャームがいっぱい。これとか結構みんな学生さんでも買いやすいんじゃないかな。お手頃価格で。こういう自分の気に入ったね、オペレーターのね、チャームを、カバンとかリュックとかね、お財布とかでもいいですし、こういうのつけちゃうのがいいんじゃないかなと思います。続いてですね、最後のラスト2個です。これ一番かっこいい。エクストラクションのパーカー、これ一番かっこいいです。これマジでかっこいい。デザインがシンプルにかっこいい。これちょっと普通に私服としてかっこいい。やばくないこれ。めっちゃ良くないこれ。このパーカー。このパーカーめちゃくちゃいいよねこれ。で、こちら。レインボーシックス CG パーカーです。俺ちょっとこれこの中だと、エクストラクションのパーカー一番気に入ってるかもな。ちょっと着てみようかな、あれ。これレインボーシックスさんで後ろにね、このロゴにね、これフードのところがあって。で、前はこんな感じかな。デザインとしては。結構シンプルめな感じですね。はい、どうでしょうかこれ。え、めっちゃ良くないこれ。俺パーカーこうやってめくりたいタイプだから。え、めっちゃいいなこれ。え、これいいね。これいいね。ちょっとサイズ若干俺、もうちょっとデカめのサイズの方が好きだけど。え、めっちゃいいよこれ。はい、ということでね、本日ね、紹介する商品はこれ以上になります。こちらの商品がですね、すべて会場の方で、販売されておりますので、ぜひぜひ皆さんね、ポップアップストアにね、足を運んで、よかったら購入してみてください。またですね、会場にはですね、特製のスタンディパネルというものがですね、展示されますので、こちらもね、ぜひ皆さんね、見に行ってみてはいかがでしょうか。ということでね、本日のお知らせは以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。